皆さんこんにちは。私の著書社員を喜ばせる経営より、今いる社員が辞めずに育つ人材育成の成功法則をお届けいたします。社員を喜ばせる経営が会社を救い飛躍させた。社員を育てられないワンマン経営から抜けれていない経営者というのは実はとても多いのです。会社が伸びない、時代の変化に適応できず、やがて消えていく会社の中には、表面的には優しくても内実はトップダウンしかできない社長だったということが非常に多いのです。ワンマンのトップダウン体制の典型的なマイナス面は、社員の力を集めて一つの力にさせていくことができないということです。ほとんどの中小企業がこのような潜在的トップダウン経営、潜在的ワンマン経営にはまって抜け出せないことが飛躍の邪魔をしていると考えています。実は私自身が過去に社員をビビらせて萎縮させ、辛く当たったというとんでもない経営者でした。トップダウンで無理に人を動かそうとした結果、倒産の危機を迎えました。しかし危機の真っ只中で、自分がこの会社をどうしたいのかという創業期から考えていた一番大事なところに思いが至り、それまでの成功体験を全て捨てて新たな経営人生をスタートし、トップダウン経営から社員を喜ばせる経営に大きく舵を取ったのです。やっぱりですね、ワンマン経営というのはある程度の従業員規模の時はいいかもしれないけど、社員が10名20名30名40名50名と増えていった時に、社員の意見を尊重するような経営をしないとなかなかうまくいかない。社長が全てに秀でれてるかっていうと、そうじゃないわけですよね。秀でてないところもあります。例えば IT の分野か人事の分野、いろんな分野を考えた時に、社長が全て正しいものではない。やっぱりみんなの意見も聞きながらやっていくっていう経営をこれからもしていかないといけないし、社員が一番やる気になるのは何だか知ってますか？自分で決めて、自分で行動して、自分で反省して、自分でもう一回やり直す。これが一番ですね、社員が成長しやりがいを持つことなんです。だから常に社長が全部決めてるような会社はやらされ感いっぱいで、まあ社長の言うことを聞く時はいいやというような感じになってしまってですね、やっぱり会社はうまく回らないんですよね。やっぱりある程度社員の意見を聞きながら、最後は社長が決めるっていうのはもういいんだけれど、それまでにやっぱり過程として社員からいろんな意見を聞いていくってことがすごく重要で、それが社員さんのやる気を増やすんですよ。それができないで常にトップダウンで怒鳴りまくっていたらうまくいかない。私が実際にそういう経験をしたわけですから、ぜひ皆さんもですね、そうならないようにご検討いただきたいなというふうに思います。どうもありがとうございました。本日も動画をご覧いただき大変ありがとうございました。もし本日の動画に共感いただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。また事業承継や後継者育成にお悩みの方、概要欄のリンクへアクセスしてください。皆さんのお力に必ずなれると思います。ぜひ、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。